こんにちは、シロアリポリスです。本日はやってはいけないシロアリ対策と題しまして、1、合成殺虫剤によるシロアリ対策のからくりとは、2、農薬登録されている合成殺虫剤の危険性とは、この2つについてお話しします。まず合成殺虫剤によるシロアリ対策のからくりとは、ズバリ言います。合成殺虫剤でシロアリ対策を行うと再処理地獄というものに陥ってしまうんです。再処理地獄とは、5年ごとに何度も何度もシロアリ業者にお金を支払い続けるという支払い地獄のことです。これは合成殺虫剤の効果が時間とともに消滅し、保証が切れた5年後に再処理をしなければならなくなるからです。つまり5年ごとに再処理費用をシロアリ業者に支払うことになります。シロアリ業者にとってこの再処理ビジネスは非常に儲かるビジネスモデルといえる仕組みです。5年ごとの収入が約束されるので、新築時の処理は無料で行うという業者もいます。一方、支払う側は経済的な負担も大きくなります。例えば再処理費用が1棟当たり10万円だったとしましょう。たった10万円と感じるかもしれませんが、5年後に再処理で再度10万円、10年後にまたまた10万円、15年後にもしシロアリ被害が発生していたら駆除費用年50万円と、シロアリ業者に仕事が発生して定期的にお金を支払わなければならなくなるのが合成殺虫剤のシロアリ対策です。大きな家ならば1棟当たり20万円、40万円と費用が膨れ上がります。こうした高額の費用を支払っている家主様も存在します。なのでシロアリ業者はそうした家の多い地域の客層に合わせて請求額を設定しています。効果が短期間しか期待できない合成殺虫剤では、最終的にコストが膨大なものになるということがお分かりいただけると思います。ところがこれがお金の話だけではないのです。農薬登録されている合成殺虫剤の危険性とは、お話ししたようにシロアリ対策に使われる合成殺虫剤は短期間で効果が消滅します。これは合成殺虫剤が農薬に由来するものであることが理由です。日本のシロアリ業者はほぼ必ず農薬登録された合成殺虫剤を使用しています。農薬登録されている薬剤は観光庁などによって効果の持続期間の目安が公開されています。シロアリ業者がよく使う合成殺虫剤の有効成分であるクロチアニジンの半減期は数十日、ジノテフランは数日と、マイホームを資産として長持ちさせるためのシロアリ予防では不適切といえる数字が目立ちます。日本の木造建築の建て替え周期は約30年と言われており、諸外国に比べて非常に短くなっています。合成殺虫剤による一時的な処置に頼り、結露や漏水などから来る腐れやそれに引き寄せられてくるシロアリの被害を防ぎきれていないのが主な理由と考えられています。そして大きな地震によって腐れやシロアリの被害があった建物の多くが倒壊していることも統計データでは明らかになっています。また恐ろしいことに、多くのシロアリ対策現場で使用されているネオニコチノイド系と呼ばれる合成殺虫剤には子どもの脳に悪影響があると多くの論文で発表されています。 IQ が下がったり考える能力が低下するといった影響が統計的な事実から報告されており、胎児の脳に関わる神経にも影響があると言われています。こうした薬剤はシックハウス症候群や化学物質過敏症の原因の一つとも指摘されており、消費者庁の自己情報データバンクシステムでシロアリと検索すると様々な問題事例が報告されています。シロアリ業者が合成殺虫剤を処理した後、目がヒリヒリするようになった、頭痛に悩まされるようになった、住めなくなったなど、たくさんのクレームを見ることができます。中には小児科の先生が子どもの発達に悪影響があったことを疑っているなどの衝撃的なクレームも確認することができます。つまり多くの方が合成殺虫剤の処理について後悔をしていることもわかります。シロアリ対策で使っている合成殺虫剤が危険なものであるとわかっていれば、いかに費用が安くてもマイホームに使用したいと思う人はいないのではないでしょうか。シロアリ対策の本当の目的は木造建築の長寿命化です。柱、間柱、筋交いの壁材や胸木、たるきなどの屋根材、そして床材など全ての構造材はいつまでも健康な状態を維持しなければなりません。また住まい手の健康を害することがあってはなりません。その解決策として世界で標準とされている鉱山による木材高耐久化は日本でも可能になっています。なのにあえて合成殺虫剤によるシロアリ対策を選択する必要があるのでしょうか。シロアリ業者が鉱山を選択しないのはなぜでしょうか。今一度よく考え、皆さんの意思でシロアリ対策の手段をお選びください。